新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。はい、ハッピーニューイヤー。2022年、大変お世話になりました。2023年もクレイジーカロらしく、僕らしく頑張って活動してまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。新年一発目のこの動画では、2022年の振り返りと本年ですね、今年2023年の活動を簡潔に話していきたいなと思います。ということで、2022年ですね、レース、アスリートとしてクレイジーカロとして、こちらのレースですね、こちらのレースに出ました。はい、全39試合に出場しまして、優勝が9回、2位が4回、3位が3回という結果でした。昨年ですね、目標としていたのはスカイランニングの世界選手権、それが決まっていた、そちらの大会にピークを合わせるということが一つの目標であって、他は特に大きな目標っていうのは正直なところはなかったかなと思っています。その中で僕自身は山、苦手な山に対するアプローチとして、毎週のようにこういろんな山岳レースに出場していったのがスカイランニングの世界選手権までの前半シーズンでした。世界選手権の結果はもちろんもうちょっと上は狙いたかったんですけども、僕の出せる力は出し切れたかなとは思ってるんですけども、それ以降マラソンいざ走った時にやっぱ走力が落ちてしまったんですね。毎週のように山実践練習ばっかりやっていて、基本的な練習ができてなかったです。というのでマラソンが落ちてしまっていて、今それがすごい大変なところなんですけども、まあとはいえ、その2022年山という舞台ですね、ですごい駆け抜けた1年なんじゃないかなと思います。あと個人的には富士4冠といって、富士五湖の100キロ、まあ、ウルトラマラソンですね、ウルトラマラソン、 UTMF 回69K、 これトレイルランニングですね。あとは富士登山競争、スカイランニングです。あとは富士山マラソン、フルマラソンという、この4つの富士山周りの種目を1年で優勝できたっていうのは、とても僕にとっては誇らしく、自分で言うのもあれなんですけども、すごいこれは誇らしく思っていて、多分これできる人は一生出てこないんじゃないかと僕は思ってます。それぐらいこの1年走るっていうことで、ね、いろんなことやってきたんですけども、それをもう代表とする富士4冠というのはね、称号かなと思ってます。あとはゴールデントレイルというシリーズですね、それのファイナル、マデイラ諸島で行われたシリーズのファイナルに出場させていただきました。そちらも海外の壁に見事ぶち当たって、やっぱ甘かったなって、もちろんまだ実力的にないことは分かってもいたんですけれども、それでもいろんな選手と走ることで感じることっていうのがすごい大きくて、まあ今年そこに向けて頑張っていきたいなっていう、またこの新たなね気持ち、アスリートとしてもっと頑張りたいっていう気持ちが芽生えたところでした。でまあ2022年の話は置いといて、2023年僕がどのようなことをしていきたいのか、アスリートとしてどんなことをしていきたいのかっていうのは今から話していくんですけれども、2023年の目標としては、まず内定しているものとして50キロの世界選手権が内定しております。あとはまだこれは内定ではないんですけども、先行レースで勝ったトレイルランニングの世界選手権が一応候補として上がってます。その2つ、あとは UTMB、 UTMB といえば山の中ですごい大きなトレイルランニングのレースなんですけど、そちらにの OCC っていうね、50キロのカテゴリーがあるんですけども、そちらに出場して入賞するという、この3つが大きな目標。あとは昨年残念だったゴールデントレイルのシリーズのちょっとリベンジをしたいなと思っております。このような感じで海外メインの活動になってきます。はい、でその中でもゴールデントレイルのシリーズで言えば、いろんなシリーズ戦なので、海外のレースに今考えているのは、いろんなそのシリーズ戦に出ていくっていうところであったり、じゃあ、 あとは海外のフルマラソンのレースですね、特にアジア圏がメインになってくるかなと思うんです。そういうようなフルマラソンのレースとかも出て、このクレイジーカロというね名前を皆さんにさらにより海外にも広めていきたいっていうのがあります。あとは競技者としてはもっと海外のレースで活躍していきたいっていうのがあります。昨年はかなりの試合数出てきました。今年もレースの数は結構多くなってくると思うんですけれども、昨年みたいに無理なようなのはできるだけ控えて、ちゃんと狙った、今言った最初の世界選手権2つと UTMB というところ、まずそこの3つをしっかりと抑えられるように、ちゃんとピークを合わせて、試合に出ても練習の一環としてうまくそこの調整がね、昨年できなかった部分であるので、今年そこをちょっと目標に頑張っていきたいなと思います。あとは他に頑張るといえば、まあ、いろんな活動をしていく中で、今までランニングのレッスンとかもしていきました。でいろんな方とやっぱり触れ合っていきたいですね。
僕が一応こういうような活動をしている中で走る楽しさっていうのを広める中で、やっぱり直接会ってお話しする機会だったり、僕の走りを見てもらう機会っていうのをやっぱり増やしていきたいなと思います。今年は今まで以上にゲストランナーとしての仕事だったりとか、そういうのをよりやっていきたいなと思います。いろんな各地、日本全国に行って、まあレッスンだったりそういうのをしたり、あとはいろんな大会に出させてもらって、ゲストとしていろんな方の応援をして、いろんな方のモチベーションになるような走りをできるようにちょっと頑張っていきたいなと思っております。あとは個人的にやることといえば、まず一つ、僕自身が海外に行くことが多くなります。今まで以上にもっと皆さんにも還元していきたい部分もありますし、僕自身ももっとこうしっかりと密になれるようなところもなんか組みたいなと思っていて、そこでちょっとやりたいところとしてあるのがコミュニティです。しっかりとしたコミュニティとして、まずクレイジーカルサポーターズ、ちょっとこれは仮面かなんですけど、仮なんですけども、これは誰でも入ることができて、僕の活動の報告だったりとか、僕の海外での活動だったり、そういうのを皆さんにお伝えするというものを今考えております。これは今この1月2023年すぐというわけではなくて、2023年度だから4月ですね、4月からしっかりと開始していきたいというようなところなので、まあこういうのもあったらいいなとかっていうのまで意見とかいただきたいんですけども、はい、2つ目、今ジョークカバードというね、僕のこのチームがあります。はい、これ一応リグレン登録もしてるんですけども、こちらのチームに関してはもっと密なものを考えております。今までは水曜日に練習会としてやっていたんですけども、それをできればですね、これはもう皆さんの協力なくてはいけないんですけども、全国に広めていきたいなと思います。チームクレイジー練習会、まあ、ジョーカバージョ練習会、どちらでもそこら辺はまだ仮なんですけども、例えばですけど同じ時間に同じような練習をして皆さんで報告し合ったりだとか、月に1回みんなで、まあ、オンラインとかでもいいんですけど、まあ、こう結果報告会だったりして、こう士気を高める。で、僕自身もそこのトップとして、選手の一員トップとして、皆さんに背中でいろんな海外レースだったり、いろんな国内のレースでも参加して、結果を出すことで皆さんの士気を高める、一緒に頑張っていくっていうようなチームを作りたいと思います。僕が教えるだけじゃなくて、僕が頑張る、それによって皆さんも一緒に頑張りましょうっていうようなチームです。これはいろいろな練習メニューとかを僕が考えたりだとか、そういうのも踏まえて、一つのチームとして今やりたいなと検討しておりますので、ぜひ入りたいなとかっていうのがありましたらご検討お願いします。3つ目、これは2023年クレイジーカロがアスリートとしていろんなところに参加する YouTuber として発信をしていくというのに対して、協力していただけるスポンサーさんを募集しますということです。はい、今までもスポンサーさんを募集していて、たくさんの企業さんにサポートをしていただいております。いろいろなシューズを提供していただいたり、いろんなサプリメントを提供していただいたりだとかしていただいてます。で、今 T シャツにもこれ書かせていただいてるんですけども、その中でもこのように書いてあって、このランクルーさん、これアプリの会社なんですけども、株式会社グロースケーパビリティさん、会社が運営するランクルーという最近リリースされたアプリなんですけども、そちらの企業さんにサポートいただいて今年は活動しました。あとはね、よくあるサングラス、鼻パッドのないサングラス、有名なこのジゴスペックさん、エアフライですね、エアフライさんにもサポートいただき、2022年は活動させていただきました。他にもいろいろなサポートもあったんですけども、今この T シャツに書かせていただいて、ここはまあいろんな企業さんにサポートとかいただいてるんですけども、ホームページにも載せさせていただいたり、ここにもしっかりとこのように今あるんですが、このような感じで表彰式とかに出る T シャツだったり、あとはレース走るウェアとかにこう名前を付けさせていただいて参加するっていうのも今一つと協力いただきたいなというところです。はい、これレースのにはないんですけど、レースのウェアとか、特に山のレースだったらね、ザックしょっちゃうんで、この真ん中とかに書かせたり、あとはまあもうそもそもこのザック、このザックのこういうような走ってる時に、ね、見えるようなね、こういうところにこう載せさせていただいたりとかできればなと思ってます。もちろんあとは YouTube にも載せさせていただいたり、一緒にお互いウィンウィンになるような関係性がいいなと思ってます。一緒にイベントをさせていただいたりですね、あとは、まあ、例えばコラボグッズとか一緒に販売させてもらったり、いろんなそういうようなこともやれればなと思っていますので、もし、まあ、この僕の活動ですね、クレイジーカロの活動に協力していただけるキヨさんがありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。一緒にね、2023年戦っていきたいなと思います。世界選手権2つと、あとは UTMB というその大きなね柱なんですけども、それに向けて僕も引き続き頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ
よろしくお願いいたします。これからね、マラソンシーズンの本番という感じで、冬場マラソン大会に出られる方もたくさんいると思いますし、トレイルランニング、山を山岳レースやってる方とかでもいろんなスポーツやったりしてると思いますが、怪我に気をつけて楽しくこの走るということをすることが一番だと思いますので、そこを大切に2023年も頑張っていきますので、皆さんも頑張っていきましょう。はい、ということで本日は2023年最初の動画でした。今年もクレイジーカロ応援よろしくお願いします。クレイジー、皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな。クレイジー。